こんにちは、静岡ナビチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。さあ、今回はですね、藤枝市に来ております。こちらは藤枝市本町の爽やか通りですね。藤枝市の商店街になりますね。商店街ですので、たくさんいいお店があってご紹介したいんですが、今回は老舗中の老舗をご紹介したいと思います。今回はですね、この静岡ナビチャンネルを見てくださっている視聴者さんからのご紹介になります。本当にいつもご視聴ありがとうございます。さあ、もう間もなく見えてきますよ。さあ、着きました。今回ご紹介するお店がこちらになります。藤枝市本町にあります八千代本店さんになります。いわゆる町のお蕎麦屋さんですね。創業80年以上の藤枝の老舗中の老舗です。出前用のバイクですね。皆さん、ここ最近ピザ、ウーバーイーツ以外で出前を頼んだことがありますか？まさに出前の原点といったところですよね。見てください、ショーケースのメニューサンプルが歴史を感じさせてくれるじゃないですか。さあ、ではお邪魔していきましょう。うわ、見てください、まさに激渋な店内。札がぶら下がった壁掛けのメニューも年季が入っていいですよね。またこういうお店に欠かせない待ち時間に読む漫画はもちろん、お店の中を眺めているだけでもいい感じなんです。店内はテーブル席が6席で、注文は店員さんに声をかけるシステムですよ。それではメニューを見ていきましょう。そば、うどんはもちろんのこと、ラーメンまであるんです。各種大盛りは100円増しとなっていますね。さ、まず今回注文したのがこちらになります。鴨南そば大盛り700円になります。美味しそうですよね。もう出汁のいい香りがたまりません。少し甘めで優しい味わいのつゆ、鴨の脂がいい感じに溶け出しています。麺はコシがあって少し太めで食べ応えがあるのがいいですね。まさにスタンダードなお蕎麦、これがいいんですよ。鴨肉とネギがたっぷりです。柔らかい鴨肉に甘めのつゆが染み込んで格別です。さらにネギとの相性抜群で箸が止まりません。ここでさらに追いネギをしていただきましょう。さ、続いてこちらも注文しちゃいましたよ。ラーメン550円になります。こちらの八千代さん、もちろんお蕎麦も美味しいんですが、ここ最近ではラーメンの方が有名みたいなんです。藤枝といえばラーメンですもんね。ラーメンとチャーシュー麺の2択のみです。あっさりした透
き通るようなスープ、お蕎麦屋さんならではの出汁の効いた飲み口、昔ながらのラーメンと思いきやかなり上品なスープですね。麺は中太の縮れ麺、スープによく絡んでいますね。もちもちで歯切れのいい食感が好きですね。具材はチャーシュー、海苔、メンマ、ナルト、小ネギとシンプルなラインナップ。このザ・中華そばといったシンプルさがたまりませんよね。お肉のうまみが凝縮されたチャーシュー、やはり中華そばにはナルトが似合いますよね。いや、ごちそうさまでした。すごく美味しかったです。お値段もリーズナブルで、やはり長年愛されているお店というのが納得できますね。いや、食べてる間にもお客さんが次々と入ってくるんですよ。やはり藤枝商店街になくてはならないお店なんでしょうね。いつまでも愛され続けるお店でいてほしいです。はい、今回ご紹介したお店は藤枝市本町にあります八千代本店さんでした。皆さん、藤枝に来た際は八千代本店さんのお蕎麦、ラーメンを味わいに来てみてはいかがでしょうか。はい、今回の動画以上になります。いかがだったでしょうか。この動画が良かったと思った方はグッドボタン、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。コメント欄にコメントをいただければ嬉しいです。ぜひよろしくお願いいたします。これからも静岡をどんどんご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録をして待っていてください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。